皆さん、こんにちは。スリーボールジャパンです。現在ですね、空母さんちゃんは横浜港沖に来ております。目の前に、レインボーブリッジが見えますね。で、今日なんですけども、今日ですね、向こう、都内見えておりますが、オリンピック直前ということで、いつもメジャーリーグのスタジアム着陸しておりますが、今日については神宮球場に着陸したいと思います。と、国立競技場ですね。国立競技場へは、りょうちゃんとライブで、国立競技場着陸対決を、やるので、おそらくもうこの、おそらくというかこの動画をアップしている時にはもう対決は終わってるかと思います。ですので、今回はですね、一人で、神宮球場へ着陸チャレンジしてみたいと思います。これ、ね、ヘリ、もう離陸準備入っておりますが、こちらです。こっちです。いつもの黄色です。これですね、いつもの黄色です。この黄色で神宮球場に着陸したいと思います。メジャーリーグのスタジアムと違ってですね、若干神宮は小さいのでですね、ちょっと上飛んでですね、どのような経路で、ね、着陸するかっていうのをですね、上で作戦を考えてから着陸したいと思います。では離陸します。この空母初めてなんですよね、使用するの。こんな感じです。めちゃくちゃよくできてます。かなりのクオリティ。ちょっと行きますね。でも上がれちゃいます。この黄色は、ちょっといつものことですけども、空母の挨拶消しておきます。離陸したばっかりですけど、行きます。はい、終了ですね。おお、すげえ。めちゃくちゃ太い。フットサル場がちゃんとできる渋谷のスクランブル交差点です。やりますね。はい、お、タワーレコード。神宮球場もうすぐですね。代々木公園です。この速度で東京の上飛ぶのはこの空母やり始めて初めてかな。ヘリでちょこっとやりましたけど、あんまり周りを見る意味なかったですね。見えてきました。よし、じゃあとりあえず作戦立てるために神宮の上を飛んでみます。でもメジャーの球場に比べると角度がですね、すごく浅いのとスタンドが低いので、これ十分か、いや、ライトでもレフトでもそのままストレートに入れそうですね。
りあえず練習としてですね、アップとして秩父宮ラグビー場に立ち上がります。国立はね、この後ジョーちゃんと着陸対決やるのにですね、フェアじゃないのでやめておきます。ラグビー場立ち上がります。これぐらいのところですね。これぐらいパワーに釣っていくイメージです。した後の方が難しいという。 OK、 完璧だ。よし、じゃあジグ行きます。実はですね、私あの野球好きでいろいろ行くんですけど、たぶん神宮に行ったのがあと途中のでは一番多いんじゃないでしょうか。だから着陸の仕方知ってるとは全く関係ないですけど、神宮球場行った時は当時こんな着陸をここでゲームにするなんて全く思ってもなかったので、そういうのを見ませんでした。ではではライトの方から入ってきます。軟式野球場ですね。軟式野球場よくテレビの撮影とか使われてますよね。これ気邪魔やな、まあ、大丈夫でしょうけど、なんか気持ち悪いって。レフトこっから入ります。こっから向こうもあるかっていう、はい、お願いします。国立取りたいな。これね、もしタッチアウトボールの城本ならやってたよって言われますよね。これは当然の結果ですね。楽勝です。メジャーの球場があまりにも難しいので楽勝に思いましたけども、まあ一発で成功しました。ちょっと球場一周回りますか。球場一周回ってセンターバックスクリーンからリリースします。あ、横の方に抜けていきます。よくできてるな本当に。
ビールの横からですね受けていきますよ。いきます。ブレーキはリリース。サークルしながら降りるっていうのは厳しそうですね。あ、行けるか。あ、行けそう。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 よいしょ。よいしょ。よいしょ。お、行けた。これすげえ。お。ありがとうございました。またよろしくお願いします。